カスタム 3D 切断面の作成ここでは平面図断面図 3D プロジェクトビュー内でカスタム切断面を作成する方法をご紹介しますこれは複数回からなる建物プロジェクトの典型的な平面図になります平面図ビューでカスタム切断面を作成します標準ツーールバーの 3D 断面オプションをクリックしますポップアップリストからカスタム切断面を作成オプションを選択します次に平面図ビュー内で2回クリックし垂直方向の切断面の位置を設定します 3D ウィンドウを開いて結果を見てみましょう 平面図ビューに戻ります。断面図ビューを開き、カスタム切断面を作成します。先ほど行ったように、標準ツールバーからカスタム切断面の作成コマンドを使用します。断面図ビュー内を2回クリックすることで、新しい切断面の位置を設定することができます。作成した切断面はビューに対して直角になっています。 3D ウィンドウの結果を確認します平面図ビューでもご覧ください平面図ビューでは先ほどビュー内に作成した直交する切断面が太線で表示されます断面図ビューに作成した切断面は破線で表示されますこれはこの切断面が平面図の投影方向と 直行していないためです 3D ビューを開いて別の切断面をここに作成します 3D ビュー内の切断面のハンドルを右クリックしますコンテキストメニューからカスタム切断面を作成オプションを選択します 3D ビューに新しい切断面を作成するには3回クリックする必要があります最初の2回のクリックで 平面の軸を設定し、3回目のクリックで平面の回転を設定します。アーキ cad では 3d で切断面の効果についてリアルタイムで反映されます。追加で 3d 切断面をプロジェクトに加えることができます。既存の切断面の位置も 3d ウィンドウ内で変更することができます。